行政法。行政法とは、行政特有の活動について、私人相互の関係とは異なる規律をする法である。行政法とは、行政に関する法をあるいは、行政に特殊固有な法を言う。行政法は、民法や、商法のように単独の法典が存在しているわけでは、なく、行政に関連する法律の総称を言う。行政の定義については、行政定義参照。 行政の観念は元来は法と無関係であった。地産、地水、都市造成など政策の実施は国家の成立とともに行われてきたもので法律の根拠が必要とされていたわけではない。近代以前の行政は法が支配しているわけではなく、人の支配による先端的な政治が行われており、法権領主や先制君主は一方的に行政を執行していた。 法治主義とは国家のあらゆる社会活動は法に従わなければならないという原則を言う。従って行政における法治主義、法治行政の原理、法治行政の原は行政活動はその担当者の指位や行政部会社からの圧迫、暴行や脅迫等を含むによってではなく客観的な法に従って行わなければならないという一種の規範的要請を意味する。 法治行政の原理はドイツを中心とする大陸法系諸国で発達した。法治行政の原理でいう法は立法府の制定する法律を意味し、法律によって行政の恣意や戦乱を防ぐという趣旨に基づく。法律による行政の原理は次の三つの原則からなる。一方、アングロサクソンの英米法系の諸国では法の支配の原理が発達したが、 法の支配でいう、法では判例法が重視され、判例法により立法権や行政権がコントロールされるとともに適正手続きの触りを重視する。ローマ法以来の伝統的な立場では、法は司法と広報に分けられ、行政法は広報に属すると考えられてきた。国などの行政主体が私人に公権力を行使する。 権力関係は、私人間の利益の調整と配分を目的とする、司法とは全く異質のもので、公法的な色彩が最も顕著に現れる。また、非権力手段によって、行政作用が行われる、非権力関係においても、それが公益の目的を持つ限り司法の適用は排除、または修正されると考えられている。一方、英米法では、 コナンローの下で国などの行政主体か詩人かを問わずに共通に適用される一般法的地位にある。行政法学は行政法をはじめとする行政活動に対する法的規律のあり方を研究する学問である。歴史的には行政権の権力行使を法的に制限しようとする発想が基礎にあった。伝統的な行政法学は行政法の特質を 公益保護の検知から、私人相互間の利害調整、司法を超える特殊な規律を定めること、さらに、その目的達成のために、公権力の行使を認めることに求めいたが、現代の行政法の内容は、こうした公益優先性や公権力性に尽きるものではなく、行政活動の手続き、説明人、行政手続き法、情報公開制度、行政活動に伴う、 特別の負担に対する救済、行政済み法、社会福祉の向上、社会保障行政、試験相互間の利害調整、筆い特定制度などといった分野にまで及んでいる近代的行政法の発祥の地はフランスである。フランスなど大陸諸国の警察国家では絶対王政のもとで官僚制と常備軍を整え、君主は 法の拘束力を受けることなく強大な公権力を発動、国家を統合していた。例外として財産取引の主体として経済取引に関与する場合は一般市民と同じ手法に服していた。やがて市民階級が経済的に台頭すると君主が無制限に行政権を発動することに対して反発が強まる。彼らにより行政活動を法により起立する。 必要性が認識され、フランス革命などの市民革命を経て、市民によって選ばれた議会で制定された法によって、行政権を縛ろうとした。このように全能と見なされていた君主の行政権を制約ところからスタートしているため、大陸の行政法は、行政の国民に対する優越を前提としてする、独自の法体系移行流行政法が形成された。そして、 行政の自立と擁護のために、通常の司法裁判所とは別に、行政裁判所が行政内部に作られた。根性ゆでたを頂点とする、行政裁判権が蓄積してきた判例と、それを体系化しようとする学説の努力とによって、行政法の処理論が発達していった。このような行政裁判所は、他の大陸諸国にも波及し、後に日本など、 他の地域の司法制度にも影響を与えることになる。そして、この特別な裁判所の存在が広報と司法を分ける根拠にもなった。ただ、アメリカ合衆国やイギリスをはじめとするコモンロー法系の諸国では若干様相が異なる。イギリスでは行政組織が発達する以前からコモンローが権威を獲得しており、行政が行動する際に用いるのは 特例を定める制定法がない限り、古文ロゴの手続きであって、行政作用に固有の法制というものは存在しない。明治維新後の日本は自国の法典を作るにあたり、フランスの行政法も参考にしていたが、初期の行政法は未完成な一面があった。大日本帝国憲法は、司法裁判所とは別に行政裁判所を設け、61条。 公権力の発動によって生じる紛争をこの行政裁判所が司法とは異なる独自の理論、広報原理に基づいて処理した。ただ、行政が詩人と同等の立場で行う取引は通常の司法裁判所が担当した。第二次世界大戦後、日本国憲法は行政裁判所を廃止し、行政と国民の間で生じる紛争も司法裁判所が管轄するようにな。 行政法の方言。方言は複数存在し、以下のような方が挙げられる。なお、訓令、通達は、形式上、行政組織内部での規範、行政規則に過ぎず、行政法の方言とはなり得ない。しかし、実務の上では必要性が高く大きな影響力を持っているため、現代行政を、法律による行政ならぬ、通達による行政と揶揄することもある。 行政主体に関する法。国家行政組織法、内閣法、地方自治法、国家公務員法、地方公務員法などである。行政作用に関する法。行政大執行法、警察官職務執行法、土地収容法、財政法、会計法、国税通則法、国税徴収法、行政手続法などである。行政救済に関する法。 国家賠償法、行政不服審査法、行政事件訴訟法などである。英米法では政府の行政活動を統制する法の一部門を行政法という。英米法においては行政法が成立する以前に顧問労が権威を獲得していたため、行政法の特質やそのような特質のある規律を受けるに値する行政とはいかなる活動かといった議論は、 大陸法系におけるほど重要ではない。例えば、あるアメリカ行政法の教科書は、行政や行政法の定義からではなく、行政には、いかなる権限が与えられうるかという問題から、説明を向ている。英米法での行政法は、行政機関に与えられた権限に関する法、行政機関の権限行使に課される要件に関する法、 不法な行政活動に対する救済に関する法の3分野からなる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。